9月10日、大会前日。期待と不安を胸に、高千穂は前橋に入った。はい、OK です。シール、見出せるところになってください。はい。自分自身が描いたレースを明日に控え、高千穂は何を思うのか。まだ現実感に乏しいっていうか、本当にスタートラインに立ってみないとっていう感じはありますけども、まあよくしかし関係者の方ここまでこぎつけたなと、本当にそれがびっくりしてますね。もう後半10キロはもう屈指のコースですね、厳しい。本当にあれをですね、トップ選手がものすごい勢いで駆け上ってくれたら、もう僕の小説の描写そのものだと思いますね。この日は受付のほかに大会を記念して本のサイン会も行われた。作家高千穂遥香にとって読者と直接触れ合える貴重な時間となった。ありがとうございます。高千穂先生の本と鶴見先生さんの本だとか読んで、まあ、私49歳なんですけど、年取っても始めできるなと思って始めました。借りて読んだんですけど持ってなかったんでちょうどいいなと思って。知ってましたか、あの中のレースが今回。知ってました。現実になって嬉しいです。もう本当に、ね、僕の本を読んで始めたっていう人が何人もいて本当に嬉しかったですね。こういうその底辺の拡大に一助となったということがもう実に光栄ですね。まあとにかく年齢に関係なくこうやって自転車の競技を楽しむことができるんだよっていうのは多くの人に示したいと思ってます。大会当日、スタートを2時間後に控え、集合場所はすでに参加者でごった返していた。第1回目としては異例の2000名以上のヒルクライマーたちが集った。おはようございます。7時のスタートに合わせ、高千穂はこの日2時に起床、ストレッチなどをし徐々に体調を整えてきた。ついにその時がやってきた。そこには大会を代表し先頭に並ぶ高千穂遥香の姿があった。自分との戦いが始まった。スタート地点から市街地を抜けると徐々に傾斜がきつくなり、本格的な山岳コースに突入する。参加者一同必死の形相で山頂を目指す。高千穂は後続の若い選手に次々と抜かれながらも努めて平常心を保ち、自分のペースを守り続ける。自転車に救われヒルクライムに出会った。大嫌いだった坂が好きになり小説「ヒルクライマー」を書いた。そして今まさに主人公そのままに小説の世界の中を走っている。日々の生活を顧みず SF 小説を書くことに没頭していた時の生活を考えると、高千穂自身想像しえなかったに違いない。シッティングとダンシングを繰り返しながらペダルを漕ぎ続けるが、
全身に疲労が蓄積し息も上がる。持病の腰痛が発症し、まさに満身創痍。辛い、苦しい、もうやめたい、そんな感情で頭がいっぱいになる。しかし高千穂はゴールを目指し、上へ上へと登り続ける。レースも終盤、心臓破りのつづら折りのカーブの連続が選手たちを苦しめた。そしてスタートから1時間を超えると、続々と選手たちがゴールし始めた。高千穂も最後のカーブを抜け、ゴールゲートが目に入ると素早くハンドルを持ち替え、最後の力を振り絞りもがき始めた。試走した時がすごい真夏でしんどかったんで、それより楽でした。だから試走してよかった。ただ頑張るだけでした。あとでリザルトを見るの楽しみです。やっぱり楽しいですね。この充実感はちょっと癖になりますよ。やっぱりレースから1週間後、高千穂の姿がチームメイトと安曇野にあった。ここはライディング方法をレクチャーしてくれるスクール。ビギナーはもちろん、プロ選手も訪れる知る人ぞ知る場所である。体重を前にかけるっていうのが、講師はプロマウンテンライダーの高木勝さん。必ず前の足に体重がかかる。レースで培ってきた知識と経験から、自転車のセッティング方法や体の使い方など独自のライディング方法を開発。高千穂はその走り方を習得し、より速く走るためにこの日も訪れていた。長いんですよ。じゃあこの自転車の重心は真ん中はどこですか？この辺です。そうです。赤城山ヒルクライム自体はなんか予想以上にやっぱりいいイベントになりましたね。僕の小説ではですね、一応1000人の大会に設定してあったんですが、その2倍以上の人がやっぱり出るとですね、すごい盛り上がりとか興奮状態とかがですね、予想以上のもので、いざその場に立ったら、わあやるんだなっていう感じがすごくして良かったですね。講義が終わると実地練習に入る。他の生徒と一緒に走りながらフォームの確認をする。高千穂は先生のアドバイスを聞き逃すまいと真剣に耳を傾けていた。でもなぜそこまでして走り続けるのだろうか。体育の成績も悪かったし、走れば遅かったしとか、いろんな面で、本当は部屋にこもってずっと文字を書いてる人間だったんですけど、60歳になってもこのぐらいには動けるんだよっていうのは見せていきたいですね。そうすることが、一つはまあ自転車っていう素晴らしい乗り物の普及にもなるし、熟年世代がそのリタイアした後目標をなくしてしまって病気になりやすくなるとかっていうこともなくなるし、社会的なですね、いいこともあると思うので、それは全て含めて見せていきたいっていうのはありますね。仕事も日々の生活も一変させた自転車。走り続けること、書き続けること、それが高千穂にとって自転車という伴侶との付き合い方なのかもしれない。一緒に走ってたその70代の人たちのように、将来的には私もそのもっと年取っても走り続けて、できれば
50、60の人を抜ける立場に持っていきたいなっていうのはまだありますね。